最も輝かしい才能の一人、久保建英が右ウィング部門世界4位、A メディア選定。イギリスの老舗フットボールメディアの442、ポジションごとにトップ10のランキングを発表し、常に右サイドでプレーしていることを条件に右ウィンガーランキングを発表した。若くしてバルセロナに放出され、後にレアルマドリーに売却された久保建英は、エキサイティングな新世代のスターを育てている国から生まれた、最も輝かしい才能の一人である。レアルソシエダでは、この日本代表のスター選手は別格である。より大きなクラブが獲得に乗り出している。これスペインが評価するのはわかるけど、英氏なのがまたすごいよな。リーガなら1位ってことだし。久保プレミア以外で1位やん。気づいたら知名度とんでもなくなってる。世界的に左利きの右ウィングは枯渇してるけど十分にすごすぎる。日本では便利屋にされ監督から信頼されず、後半必ず交代させられている方が世界4位です。久保が20代の間に日本がワールドカップベスト8に行けることを願う。チャンスは2回。世界での評価が上がる一方、森保さんがいまいち評価してない感じなのが気になる。日本人は久保を過小評価しすぎというか理解できないんだな。海外の方がはるかに評価が高い。森保さんの久保の評価が低いんだよな。なぜかトップ下、右には純也、堂安見てるから。世界4位の右ウィングを擁しながら一度も使わない森保。もし伊藤が出なかったら、右に久保、左に三笘を見てみたいな。世界4位の右ウィングなのに代表だと真ん中。日本代表で輝けないのは、なぜか。森保に読ませたい。そろそろ竹中心の代表に方針検討をお願いしたいです。16歳で10位に入ってるヤマル、あれはこれまで見たことないよ。以上。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。